2006年頃、夢の中で、眉が繋がった奇妙な風貌の男と出会ったという女性患者がニューヨークの精神科で多発。モンタージュ写真を作成し、ネット上に公開したところ世界各国で同じ夢を見たという証言が多発。その数は2000人を超えた。謎の男はディスマンと呼ばれた。何が目的で人々の夢に現れているのかは未だに解明されていない。はい、アトラスラジオ。今夜は、ホラー映画、ジャパニーズホラーのジスマンを取り上げております。はい。木本峰博と申します。八坂義雄役を演じました。よろしくお願いします。はい、八坂花役を演じました出口ありさです。よろしくお願いします。はい、ディスマン監督脚本の天野智次郎と申します。よろしくお願いします。ディスマンってのはご存知でした？僕は知ってましたね。あ、知ってました。はい、まあ、インターネットで見つけたのが初めですね。こんな偶発的にいろんな場所で同じ男を見る現象が起きるんだっていうのが不思議だと思いました。はい。私も2チャンネルの怖い話の刑事が大好きでめちゃくちゃ読み漁ってたんですけど、なんかそれで画像を見たことがあって、でも絵とか映像とかめっちゃ苦手だから、怖い話もうすぐスクロールしてたから存在だけ知ってたんですよ。どういう男かとかも知らず、でもなんかすぐスクロールするのに覚えちゃう気持ち悪い顔だなというか、なんか絶妙にね、もう印象に残る顔ですよ。そうだね、忘れられないよ。そうですよね。なんかイケメンじゃないのがいいですよね。多分イケメンが夢に出てきてもなんか、あ、幸せの夢だったなって多分終わっちゃうけど、忘れちゃう。なんかちょっといそうな、でもちょっとアンバランスな感じが、絶妙に気持ち悪いですよね。その夢に出てくるディスマンは何をしてるんですか、その都市伝説、その当時記事でご紹介された時。いろんなパターンがありました。いろんなパターンがあって、それいろんな人の夢に出てくるだけですよ。ただ出てくる、うん、で知るっていうのは、まあ、今回の映画では符号された設定ですけど、まあ、オリジナルの、ね、都市伝説では出てくるだけと。何をするでもわけでもなく、ただただ出てくる。出てくる、ね、まあ、夢の中でしか知らない友達とかいるじゃない。いないですね。夢の中でいつも会うやつっているよね。いないです。いないです。俺おかしいのかな。いやいや、そういうことではないですけど。いや、結構ね、そういうのいますよ。いるんですか。何人ぐらいいるんですか、その夢の友達は。2、3人いますよ。本当ですか。また夢で出てきた。それってでもなんか別のなんか並行してるパラレルワールドにアクセスしてるんですかね、ビンタローさんは。多分そう。彼らは、彼らの世界のパラレルワールドで、はい、俺なんか知らないけど、はい、家の中で会うやつがいるんだけど、お互いにこうかもしれないね。ですよね、うん、いやでもそれ進化の最先端じゃないですか、それって多分。そうです、我々人類が多分持ってない力を多分こう習得されてるっていうか、だから質問って考えようによってはね、みんなが共有してる夢だよね、うん、人類共有の夢だから。ということは共有の夢に何かその破滅的な攻撃をさせられたら、人類が皆殺しになっちゃう、うん、なんか集合的無意識っていうのがあるじゃないですか。もしあれがなんかうさんくさいみたいになってるけど、うん、あれがもし本当だったら超やばいですよね。人類一瞬で滅亡ですもんね。確かに。それを知っちゃった人がいたら、なんか人口削減のためにそこになんかこう人類を自殺に導くようななんかをこう映画のインセプションじゃないですけど、うん、植え付けたら終わりですよね。普段 もう8割9割死んじゃうとですよね。まあ、中には夢を一切信じない男とかもいるかもしれないから。あ、そうなるとどうなるのかな。夢の中で戦うわけにいかないよね。そうですよね。明晰夢、明晰夢って経験あります？なくて、なんかこれ夢だなって分かる、分かって自分で行動できる。一回ありますよね。夢だなって分かるのはあるけど、コントロールができない。夢だなって分かるのはね、一回分かって空飛びました。それめっちゃ楽しかった。そう、飛べるもんね。飛べました。これ夢だから。どうせ夢なんだから。そう、すごい。だから飛んだりね。だから夢の中で流血 しすぎちゃって、それがあまりにもリアルな明晰夢だったから本当に死んじゃった話があるよ。怖っ。明晰夢がやばすぎてリアルになっちゃう。子供の時トイレ行く夢見て、うん、おしっこして
うん、メションベンしてたみたいなのがありますああ、それってそういうことなんだ、はいはいはい、それの究極系みたいな確かにそう、そういうことなんだねだから、夢っていうのはね、ちょっとなかなか現実とリンクしてそういうものなんですね油断できないですよなんか現実は眼球を通して見るその人のリアルで夢は多分眼球閉じてるから脳が見るその人のリアルで、まあ、それはそれで一つのリアルですし、うん、それがなんかあながち否定もできないですよねそんなもんないよ、うん、不思議だな映画になったということで、はい、僕は非常に驚いたんですけど、はい、これが海外で英語のニュースで流れた時にですね、うん、翻訳したのが僕だったんです、はい、日本に最初に持ち込まれたってことですもんね大概スレンダーマンとかねああスレンダーマンあれも、はい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 、あれも僕が専門学校行ってる同級生がいて、はい、で講師をやってる子、はいはい、でその子から聞いて、はい、アメリカの日本語学校だとこういうのが流行ってるんだよって、それいけると思って、はい、あれはね直訳じゃなくてそのまま出しちゃったんですよ、はい、そしたらね結構ねあの割とキャラが立ってるのは売れるんですよねはいはいはいディスマディスマなんかディスマの方が日本だと有名ですよ、うん、あディスマは有名ですよね、うん、あのあとね ライブザニュースとかあちこちにリンクされて広がったんですよ、はい、だからバズった記事ではありましたよね、うんうん、その最初にその記事読まれた時って、なんか本当だと思いましたまあネタだと思いましたやっぱりいや僕は なんかねすごい陰謀を感じましたね陰謀あのよくあのFBI の陰謀とか CIA の陰謀とかあるんですよ、はいはい、でユリ・ゲラーがこう超能力を見せて、日本人がみんなユリ・ゲラー信じてた、はいはいはい、あれはなんか日本人がメディアにいかに洗脳されるかっていうのをアメリカが実験したかったっていう話があるんですよ、はいまあ、もちろんこれは都市伝説ですけど、いやまあこれだとしたらまた実のもこれ誰が仕掛けたのかなとは思ってます、ね、はいはいはい、なんかあのあれですねアンドレア・ナッテラさんでしたっけねイタリアのマーケッター会社の人が仕組んだって話もありますもんね、そうですねそれも本当なんですよそれが一応本当だって言われてますね、ですよねでもなんか何それで何がしたかったのかってことですよね確かにそうなんですよ噂が分からないですみたいなそれはなんかあれかもですねそのモスマンもあったじゃないですかモスマンも呪われてるっていう、ね、ありましたよねだからモスマンみたいな感じでこのディスマンも夢にこれを夢で見た人がいるっていう噂を流したらそれに引っ張られてなんか見た気がしてくる人が何人現れるかっていうなんかその影響されやすさっていうか集団心理の実験かもですよねまああの結構いいストーリーですよねあ。ありがとうございます。いいポイントついてますよ。はい、いやありがとうございます。いやだから僕ね実マンを映画にするの難しいだろうなと思ったんですけど、はい、まああれはあのフォークロアとしては面白いんですけど、うんうん、いや映画にどうやってするんだろうと思ったら、うん、お見事でしたね。いやありがとうございます。嬉しい。いやもう僕本当にあの小百鬼チャンネルとか、よく。あのビンタロ先生が出演されてるの見ててであのタック TV レイディオさんも見てて、で僕よくそれ寝る前に見るのが日課で都市伝説大好きなん でいつも見てる人と今対談できるめっちゃ嬉しいしかもそんなお言葉いただいても本当に恐縮です、ね、あの正直言って僕不安だったんですよ、はいはい、最初見る頃にいやこれどうやって処理するんだろうと思って、はい、いやそしたら見事でしたねいやありがとうございます本当言葉がなかったいや良かったですありがとうございますウキウキして監督見るの初めてです子供の顔してるもうスターやったってい いや本当そうなんですもう僕もう都市伝説 YouTube 大好きで、だからこういう映画作るぐらいなんですけど、いやもうだからめっちゃ嬉しいですねそうですか、はい、やっぱり子供の頃からいろんな都市伝説聞いてきましたいやなんかあの、うん社会人になってからなんですよねハマりだしたハマったのかなんか一回高熱かなんかうなされた時に、これ死んだらどうなるのかなと思って、死後の世界っていうのをすごい調べ出して、でなんかよく11次元まで宇宙があるとかいう話あるじゃないですか、とかなんかエベン・アレクサンダーっていうお医者さんがなんか死後の世界体験したとかなんか鶴木さんとかなんかいろいろあるじゃないですか、はい、ああいうのをこう片っ端から見ていって、でそうこうしてるうちにディスマンに行き着いたっていうのなんで、めっちゃそういうの興味あって、なんかこうもともと僕理系出身なんですけど、理系って真実が1個しか答えないじゃないですか、そうですね、でもなんか都市伝説ってロマンがあるじゃないですか、
まあ、いろんな可能性がありますからね。そうなんですね。なんかそれに惹かれたっていうのがあって、いやだからなんていうんだろうな、ただ今まで映画にするんだったら口先女とか、あ、ありますね、テケテケとか、はいはいはい、なんかキャラクターが多かったんですよ、はいはいはい、さあこれはキャラクターとして見たら単なるおっさんじゃないですか。まあ確かにそうですね。ただのおっさんね。そう、単なる男ですよね。ただこの人の付随するサイドストーリーが怖いという。そうですね。だからどうやってキャラが立ってないのを立たせるのかと思って見てましたよね。はい。そしたら物見事に立ってましたね。いやー、ありがとうございます。最初にディスマン知ったのが2019年だったんですよ、でその当時ってまだコロナ禍じゃなかったじゃないですか。そうですね。でなんかこれ夢に出る男って気持ち悪いなと思って、映画と相性良さそうだなぐらい漠然と思ってて、その後なんか2020年ぐらいからコロナ禍であんな惨状が起きて、もうあんだけ多くの人が犠牲になったじゃないですか、で自分の力でコントロールできない部分で大事な人を失う人が増えて、でなんか2021年とどんどん時間が経っていく中で、なんかそこでまた思い出したんですよね。このディスマンってテーマがコロナ禍の惨状を風刺するのに相性がいいなと思って、で多分そういう惨状をまんま社会派で描いても多分若い子たちに届きにくいんだろうなと思って、じゃあ多分こう都市伝説好きな若い子とかが、まあ、楽しみつつもちょっとこう考えさせられるような映画にこの題材が一番できるんじゃないかなと思って。ああ、そうなんですよね。だったら見たら死ぬって怖いですね。そうですね。それはもう僕の付加設定ですけどね。実際そういう都市伝説とかあるんですか。これを見たら死んでしまう。いやそれは僕のコレクションの呪い面が見たら死ぬ。あ、はいはいはい、あれって YouTube 上見ても大丈夫ですよね。全然大丈夫です。大丈夫です。全然大丈夫です。あの見たら死ぬっていうのは、はい、アンビリバボーのスタッフが作ったところなんですよ。あ、はいはい、あれはあの大概業界の人間が面白半分でいじると妙なこと。じゃあ一般人がリアルに見てもそれは大丈夫なんですか。大丈夫ですよ。あ、本当ですか。でも一般人でも馬鹿にしたような態度を取ると、はい、どんどん死んでいきます。怖い。あの僕の周りで 7,8 人死んでますから。そうなんですよ。やくないですか、7,8 人で。いや結構死んでますよね。でも逆を返すはそのお面持って嫌なやつにこう見たら効果あるかもしれないですね。そうですけど、なんか後でリターンが来そうで怖いですね。確かに、それ人を呪わば穴二つみたいな。そうですね、はいはい、私大阪出身なんですけど。そうなんですか。道路の真ん中にある岩の話知らないですか。道路のあの、なんかそれどけようとするとなんか変な。あ、そうです、知りません。いや、わかんない。山に行く途中の道で、道路の真ん中に岩があって、なんか工事の人とかがそれをどかそうとしたらみんな死んでいっちゃうみたいな。あ、聞いたことある。あれ大阪なんですね。大阪だったと思います。なんかそういう感じなんですかね、呪い面。呪い面はあの持っていった人が、まあ、僕は持ってるんですけど、大丈夫ですか。大丈夫ですか。基本的に自分の手元に置いてないので、いろんな場所に預けたりしてるんですけど、預ける人が死んじゃったり、そうなんですよ。だからね、嫌だなと思ってるんですよね。だからもう封印して、京都のお寺に封印して、外に出さなくしちゃったんですね。うん、もしかしてそれ持ってるのって三木大雲さんですか。三木大雲に笑わせるんですよ。あ、そうなんですね。あの人最強ですね。それ持ってても知らないって。相当強いですね。いや、三木大雲は強発者なんじゃない。ノベルの強発者じゃない。いや、そうですね。なんかディスマンのパンフレットにもこう寄稿してくれたんですよ。見てなんか感想書いてくださって、そう、三木大雲さんもなんかこう書かれてたのが、なんかあの人っていつ死ぬか分かんないから、こう幸せに生きれるじゃないですか、でもその知っちゃったらもう怖くて、もう夜も眠れないようになるじゃないですか、でそういうなんていうか、それを知らせてくる死刑宣告人がディスマンだと思いますって言ってて、確かにそうだよなと思って。そうですね。いやだからあのやっぱり人間にとって一番怖いものは死ですよね。そうですね。それが一番怖いです。描かれてますからね。だからなんかね、やっぱり都市伝説映画もここまで来たかなって感じで、もうだから結構ね、ここまで、あ、そうそう、映像が綺麗でしたよね。いや、ありがとうございます。最初見た時、あれこれホラー映画なのって言ったんですよ。確かに。もう、随分繊細な映像でね。うん。だから、あの、
それでいてなんか残酷に連れていく、はい、結構エグいシーンが多かったね、はい、だからなんかジャパニーズホラーもここまで来たんだなっていう感じがしましたね。なんかここ最近結構 J ホラーでなんか都市伝説、うん、ネットで流行った都市伝説を映画化するの流行ったじゃないですか、はい、なんかあのヒッチハイク、キサラギ駅、キサラギ駅、リゾートバイト、で、まあ、みんな面白いんですけど結構なんか色が似てるなってやっぱホラーの絵だなと思って、うんうんうん、だ多分またその流れになるとそろそろ観客は飽きちゃうなと思って、うん、だから A24 とか結構参考にしたんですよね、うん、海外の作品でなんかホラーだけどホラーじゃないビビッドで綺麗な映像の作品がいっぱい海外で流行ってるから、うん、これちょっとその波を日本に入れたいなと思って、うん、あえて、そうですか、はい、あえて怖くない色調にしました、ね、ああそれはそう、そんな感じでした、はい、なんか違和感が何とも言えない、うん、不安感につながって、はい、あなんでこんな綺麗な絵だと入るんだろうと思ったら、それは逆にこの違和感が、はい、何とも言えない怖い不安な気持ちに押させるんですよね、はい、うん、なんかあの多分その違和感ってあのこの映画に出てくる背景の雲って全部合成なんですよね、そういうところかなと思って、あなんかこう妹とお姉ちゃんがキャッチボールしてる後ろの山のあの雲も現実ではありえないスピードでバーって動いてて、あれ CG 素材をはめ込んでるんですよね。多分そこでなんとか実際にはないんだけど、ん？っていうなんかそういうのは一個一個入れたいなと思って。じゃあ現実世界が歪み始めてる。そうですね。なんか見えない大きな力で支配されてちょっとおかしいっていうのを入れたかったんで、全部その雲ぐらいは嘘をついてみようと思って。ああなるほど。気づかなかった。あ、よかったです。気づかれなくてよかったです。言われてもう一回見たいなと思います。あ、本当ですか。そうなんですね。雲とかあのなんか丘の上で刑事さんが話してる後ろで雲が流れて、うん、本当あれあの日雲なかったんですよね。でも雲入れた方が多分気持ち悪いだろうなと思って、うん、あえて雲入れて、で多分それも多くの人はそこに意識いかないと思うんですけど、そうですね。なんかそうした方がこうなんか現実なんだけど、ん？っていうのをちょっと入れたくて、あなんかマグリットの絵みたいな、なんか青空なんだけどちょっと変みたいな、にしたいなと思ったんですよ、ね、いやだからあのなんて言うんでしょうね、あの怪奇体験とか僕聞き取りをよく自分のサイトでしてるんですけど、はい、必ず変化が日常の変化が起きるときは、はい、変なことの予兆があるんですよ、はい、なんかいつも聞こえる音が違うとかね、はい、見る風景が違うとか、そのそれがだんだん大きくなっていって霊現象、へえ、そういう手段をちゃんとやってらっしゃるとかね、そうですね、そこまでは考えてなかったですけど、あそうですか、でも多分それが結果的にそうつながったってことですか、ね、ああそうだと思います。日常にそういうちょっと気持ち悪い出来事を入れてくださるからこそ、ポッと映るディスマンのチラシが怖かったとか、なんかそれが不穏を誘うんですよね、なんかただ都会的な映像なんだけどどこか特定できる都会じゃなくて、うん、何かどっか異質な空気に入っていくなっていうのが、うん、やっぱり見ていて昔も感じたんですよね、うん、ビルの間の雲とかも思いっきし合成ですね、でありえない色にしてるんですよね、現実では絶対ありえないんだけどなんか現実っぽそうっていう、そのあんまりにありえなくしちゃうと、うん、ああなんかこの気づいちゃう、そうなんですね、なっちゃうから、なんかシーンを見てるときにノイズにならないレベルでちょっと外そうと思って、うん、なんかそこはしました。いやだからぜひね、次回作は呪い面撮ってくださいよ。いや撮りたいですね、でも僕ちょっとなんか怖いですね、なんか扱うね、映画としてはちょっと面白半分そはもちろんないですけど、でも本当真剣に取り組まないとちょっとしんどい、できないようにお話してもらえるんでそれ信用していいですかね。いや怖い、信用できないな運水みたいな実際からこういう抗えないこういう現象みたいな、抗う術ってあるんですか、こういう。確かに抗う術はありますよ。あるんですか。あのうちの事務所で契約してる霊能者が30人くらいいるんです。でいざという時は何人かチームを組んで行かせて、はいはい、だからあの結構ね、はい、最後のシーンとかは、はい、あこれうちの日常だよね、どんな日常ですか。しかもいざという時そんなにあるんですか。結構いざという時あります。日本中にいますから。どういう時にその人たちを派遣するんですか。確かに派遣みたい、あの今ケースを見てて、はい、あこの音量はダメだ、はい、これはやばいぞ、
いう時は出ます。あ、そう。何人か係でやっぱり行かせるんですか。あの3人であると大概落ちますけどね。あ、そうなんですか。ジェットストリームアタックって俺呼んでるんですよ。めっちゃ洋風なんだ。今までの最大何人で出動だったんですか。ね、10人ぐらいが出たの。え、それ結構大状態ですよ。相手は、ね、どういう現象だったんですか。いや、だってちょっといいのかな、地震とか。ああ、なるほど。地震が起こりそうな気がするっていうと、霊能者を派遣してみんな抑えに来るんですよ。出ないと、出ないと抑えきれないですね。だからいろいろねやってるんですけどね、うん、あのただみんな仲悪いですから。そうなんですか。映画者同士。そうなんですか。ライバルシーンがすごいから。やっぱ映画通り、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 あるある。あ、そうなんですよ。思い知られ、ね、あのファンタジーのつもりで書いたんですけど。いや、もうあれ霊能業界あるある。そうなんですね。仲悪いのはしょっちゅうあるんです。喧嘩しちゃうと思うし。何で揉めるんですか。俺の方が条例うまいぞみたいな。いや、全くそうですよ。俺の実の方がすごいと。でも得意分野もやっぱあるんですか。あります。この人は生き量に強い、この人は。あります、あります。この人は病に、まあ、得意、この人はあの、まあ、ちょっと専用悪魔に強いとか、まあ、いろいろあるんですよね。だからやっぱり呪いってあると思います。ありますよね。やっぱありますよね。あります。あの呪いはね、呪いのケースはね、はい、やっぱ結構やばいですよ。一番やばかったのは何ですか、今まで。一番やばかったのは、まだ解決してないんですけど、まだ継続中、赤い服の女っていう。やばい。赤い服を着てる女が、はい、これが小学校の時にあったんですよ、はい、10歳の廃墟に友達と一緒に行って、はい、もう大丈夫。そうそう。で 窓から入って、はい、この風呂場でなんか手首切ったらしいぜとか友達が言ってて、噂がある。そうです、やばい、ね、気持ち悪いなと思ってみたら、女が現れて、赤い服を着たその手首切った女が、でもう俺ら気持ち悪くて、その女突っ切って窓から逃げたんだけど、それから変なことが次々と起こる。まだ解決しないもんね。まだ見るってことですか。そうなんですよ。あの夜中仕事をやってて、小説とか書いてるでしょ、はい、でなんか音がするなと思って、窓から開けて見たら、こうやって赤い服の女が後ろ向きに歩いてて、それってどういう感じに見えるんですか。普通にもう物理的な、こういう人みたいな感じに見えるんですけど、ちょっと透けてるんですか。あのちょっと透けてますよ。あ、やっぱそうなんですね。なんか必ずなんかヒールが片方、はい、クンカクンってクンカクンって動いてるんです。その方たちは山口さんに何を求めて。そうそうそう、何なんですね。あ、それはね、あの興味本位でそういう場所に行って、なんかこれ手首切ったんだってとか言って言ったじゃん、そういう無神経なことを悔い改めてほしい。あ、で一緒に行った友達もね、精神的におかしくなって、幼稚園に放火して小学校に捕まったよね。これ全部実話なんですよ。それおばあちゃん家焼けちゃったりね。それじゃあ今度謝っといた方がいいんじゃないですか。なんか窓を開けた時に、あの時はすいませんでしたって。いや、俺を探してるんじゃないかな。なんか連れてこうとしてるとかってことじゃなくて、じゃないかなと思ってるんだよ。だってうちの周りで、はい、いっぱい火事起こってる。その女が出ると火事起こる。やばいですね、うん、それなんか出火原因不明の火事ってことですか。そう、なんか俺よく見つけるんですよ、はい、夜中ウォーキングで歩いてると、なんか神さんに、なんか臭くないか、あ、火事だ、そしたらそこの人のおじさんが死んじゃったりね、あと公園でまた歩いてると、なんか臭くないかって言って、そう、公園が火事で焼けてるんです。だから結構やばいんですよ。大丈夫ですか。ここ後で燃えないですか、ね、大丈夫ですか。責任は持てない。うわ、いや、だからあの都市伝説やっぱりいろいろありますけど、今後もね、都市伝説扱っていかれるんですか。
いやでも興味めちゃくちゃあるんで、そういう題材今度撮りたいなと思ってますね。あ、そうですか。はい。結局なんかこの都市伝説映像化に向いてそうだぞっていうのありますか。そうなんですね。赤い服の女はね、本郷で一回映像化しちゃった。はいはい、ただあの短いバージョンで、ね。はい。まあやっとこの意味はドキュメントになっただけだから。この意味なのかな。違う。うん、でもちょっともう怖い、特急すぎるんですよ、うん、映画化するってなったらそれだけでなんかこう企画したプロデューサーとか監督とか生半可な気持ちだと死にそうです。確かに出演者とかもね、そうちゃんとやんないと我が社のアベンジャーズのレボスそんなセンブルしますか危険すぎますよね。全然全然全然結構ね、キリスト教の牧師さんと神道の人と仏教の人の3人同時にやると聞きますよ。あらゆる方面でこう、あの霊がこうやって音を聞いてて、はい、仏教だけだったら仏教を倒せるんですよ、はいはいはい、強い霊だと、はい、でもこっちから神道が入ってくるんですよ、はいはいはい、こっちからキリスト教の言葉が入るんですよ、はい、そうなるともう戦うことはできない。ああ、ありがとうございます。最強ですね、うん、ぜひアベンジャーズの出場させてでもなんか出口さんもあれですよね、地元大阪でなんか玉造りってわかります、うん、大阪の。わかります。あそこになんかあの呪術のあれありますよね、呪い代行サービス大阪に。あ、代行サービス あるんですか。僕映画でこの映画の脚本のためにちょっと呪い代行サービスすごい調べて、うん、なんか大阪の玉造りかなんかあって、うん、そこでなんか実際に成功率 90% みたいな書いてたかな。なんかそれでその方がなんかそれこそあの この映画で出てくるエピソードで、こう不倫相手の女性に不幸を落としたいから階段から落ちて流産したっていうのはそのホームページに書かれてたことなの、でなんか他にもなんかすごい怖いこといっぱい書いてあって、でいやでもやっぱ知らないです。知らないですね。なんかそう会社がありました、調べたら。呪い代行 の、はい、あの下着やってるのが僕の友達の会社です。え、そうなんですか。呪いの笑いで作って、あ、マラ人形作ってこう刺すみたいな。マラ人形作って納品する。そのマラ人形50個発送。怖。でもなんか怖がってやめちゃいましたよね。いやいやいや、普通そうですよね。こんなことやってもよくないな。いやそうですよ、ね。調べたことはあります。呪い代行。あ、本当に？ちょっと。誰かあったの？誰かを呪いたくて調べたけど、途中で、あ、でもこんなことやってもなって思ってやめたんですけど、でも実際代行頼んだら絶対自分にも返ってきそう。そう、返ってきそうだなと思って。いや、だから呪いってのはやっぱり戻っちゃいけないんだよね。確かに。戻りたいなと思ってもグッとこらえるのがやっぱ人間じゃないですかね。気づきました。でもそのね、遊び半分で行っちゃいけない、行かない方がいいですね。でもさっき の、 その石の話で思い出したのが、最近読んだ本でその近畿地方のある場所についてっていう本で、まあ、それはまあフィクションだとは思うんですけど、その石の信仰について書かれていたりとか、どっか場所、うん、なんかね、それはね、なんか 山の方だって場所は明かされてないんですよ、うん、この辺はかな、多分そうだと思う。だからヤンキーとかがよくバイクで、うん、でもそれ奈良もかかってるって。奈良かな。でも生駒って奈良、生駒って奈良と大阪なんですよね。なんかヤンキーとかがめっちゃバカにするんですよ、その真ん中。なんかめっちゃ卑猥なんですけど、言っていいのかも。ええ、って呼ばれてて、でみんながえーとか言ってめっちゃバカにして触ったりしたら、もうそいつらがすぐ死んじゃうみたいな岩があって、だから工事現場の人も触ったら死んじゃうから誰も動かせなくて、道路の真ん中に不自然にあるんですよ。ああ、なんかそういう木もありますよね。あ、木もある、木もある。どこの県だったっけ。木もある。千葉県にあります。なんか千葉県に、あ、千葉でしたっけそれって。ね、千葉県 の西島だったかな、はい、あの新千葉だったかな、はい、駅の近くで、はい、ちょうど千葉街道にかかるように、はい、あ、多分それですね。なんか見てるんですよ。切ったらなんかやばかったみたいな、うん、ありますよね。あの東京の業者に切らせる。千葉の業者、地元の業者誰も切らない。何が起きちゃう。なんか切った人が死んだとかでしたよね。確かそういう人がみんな、みんな死んじゃうんですよ。そういうのって何の呪いなんですかね。木の妖精的な。地じゃないですか。そうですね。何なんですかね。下に埋まってる。あ、下に埋まってるんですかね。多分亡くなった人が木の下に埋まってらっしゃるんじゃないですか。あ、誰も手がつかない。あと
元八幡のあたりに藪知らずってある。ああ、神隠しが起きるという、八幡の藪知らず、そう、あそこも入っちゃいけないんだよね。友達がね、入ってね、え、はい、なんか上智大学行ってる友達が、そんなことは変わる時にありえないと思ってバンバン 木をね、御神木を叩き折っちゃった。おお、やめろやめろ、死んじゃうぞって言ってる、大丈夫だよ、バシンバシン、死亡を折っちゃって、そしたら3日後おじいちゃん死んじゃった。他の人に行くのきついですね。きつい、ね、いや確かに弱い人に行っちゃうからね。うん、ここはあそこで弱い人からまず、ね、そうなんですよね。いやだからね、うちもね、うちも子供ちっちゃいからね、2歳の男の子いるんですけど、ちょっと、あんまりできないんですよ、怖いパッて呪いだけ。いや、そうですね、しっかりアベンジャーズにこう守ってもらわないと。確かに、そうなんですよ。でもアベンジャーズの中で金くれとかいうやつもいますからね。ああ、お金目的だ。まあ、まあ、比較的金を請求したい人を中心に組んでますからね。はいはいはい、そうしないとダメですね。そうですよね。だから人の思いっていうのは、うん、やっぱり形になって集合体になって、それが一つの、ね、化け物になっていって、うん、悪いことをするってことがあると思うんですよ。だからそれは呪いなのかな。なんか思念ってあるんでしょうね、その人の強い念とか生前の念がこう何世紀も続くとかってことですもんね。いろいろ調べたら、はい、だいたい人間の一般人の怨霊っていうのはだいたい100年から200年ぐらいで消えちゃうらしいんですよ。あ、でもそんなに、うん、続くみたい。まあ当然人によって違うので、あの執念深い人とか、あ、淡泊な人なんかもういいやって思っちゃう、うん、その執念深い人はもういつまでも思ってて、でその呪いをこう、ね、持ってる気持ちに、その後の時代の人たちのいろんな思いが重なって、はい、一つの化け物みたいになっちゃうんだよね。あ、そうなると厄介。なんか京都の縁切神社分かります？あ、分かります。あれってそうだって言われてません？あの、あれですか、あのペタペタ言った、あ、そうです、人の念が、人の念でなんか縁が切られていく神社になったみたいな、そう言われてますよね。清正の井戸、清正の井戸もすごいパワースポットで、人がお金とかそういうご利益が欲しいって言ってたくさん集まったら、そういう良くない人の念が集まるから、逆にそこの場所が あまり良くない場所になりかねないみたいなことは聞いたことある。清正井戸もだいぶ汚れてる、だいぶ汚れてる、汚くなってる。へえ、ね、実はそこ本当は井戸が8カ所ぐらいある。へえ、隠されてる井戸の方がいい。それって一般の人は立ち入ることできない？立ち入って怒られちゃう。この前探し回ってて怒られちゃう。なんか脳だけじゃないなんか意識のシステムってあるんでしょうね。なんかこう意識もなんでこの、うん、要はエピソード記憶をするために、はい、こう神経系が発展して脳ができたって言われてるじゃないですか。もともと生き物って腸管の管でイソギンチャクみたいな感じで、はい、海水をスパースパーって吸い込んで勝手にプランクトンを消化して生きるシステムだったものが、それだと敵に捕食されちゃうから逃げ回れるようにこうなんか脳ができて制御されたみたいな感じになってって、でもその脳が意識を持ったわけじゃないですか、うん、でさらにその念で呪いとかってなってくると、それって実は進化の究極系かもしれないですよね。呪うとかって飛ばすみたいなのって、はい、ここから解放されたじゃないけど、うん、なんかこう潜在意識、そう、なんか脳だけに制御されてないなんかがありそうだなとは思うんですけど、それは言えるかもしれない。人間ってなんかそれテレパシーとかそういうのないはずなんじゃない、うん、はいはい、本来は、はい、それがやっぱりあのコウモリが同じ哺乳類でも腸を察知するよね、はい、あれと同じように人間もなんかそのテレパシー的なものを受信してるんじゃないか。あ、はいはい、だからヒワイモみたいな連動者は相手の頭の中の電波とかそういったものを受信して頭の中で解析してたんじゃないかというふうに言われてますよね。もうちょいだからなんか1万年後の人間とか全員当たり前にそれできるようになってるかもしれないですよ。ああ、それなので会話してるって、ね、そうそうですね、ありそうですよね、うん、ありますね。
え、じゃあ、これ、はい、公開はいつからですか？あ、6月7日から、全国公開なんで、ちょっとこういろいろフリートークさせていただきましたけど、夢にまつわるちょっとね、怖い都市伝説を、日本で初めて映画化した作品となってますので、ぜひ劇場で体感してください。よろしくお願いします。します。舞台は、ある田舎町。人生最高の幸せだった。あの男に出会うまでは。お姉ちゃん、これ知ってる？どこで知ったの？これで10件目の不審死か。目的が分かりません。全部偶然なのかもな。偶然という点と点を線で結んで勝手に必然だと思い込む。被害者の共通点は、あの男を見ていたことだった。何なんだ、この男の正体。次は私の番なんでしょ。みんな死んじゃったよ。俺たちずっと夫婦だから。もう無理だよ。未だかつて誰も見たことがない新感覚のスリラーを目撃せよ。ディスマン。